はい、次はステップ3になりますけども、この B フラットのね、この形、これもね、バレエコードですよね。こう人差し指でルートからこう全部押さえる。こういうコードは、こうね、ずらすと、このルートの音がそのままコードネームになるっていうタイプの、コードですよね。なので、それをちょっとね、確認しておこうというのが、ステップ3になります。押さえ方はこちらのね、B フラットでも、この B フラットでも構いません。B フラットの形ですからね。で、このコードが B フラットな理由は、この人差し指のこの5弦、ここが C のフラットだからですね。B フラット。で、これを半上げてあげると、これ C の音になりますから、これは B コードになりますね。B コード。はい。で、これをさらに C ドって上げると、これは C コード。ね、ルートがドだから C なんですね。この、まあ当たり前なんですけど、この理屈をね、すぐ忘れてしまう人も結構多いので、もう一回確認しておいてください。これね、どのシャープになったらこれは C シャープになりますね。で、もし、こちら側をマイナーとかにしたら、これ C シャープマイナーになりますね。こちら側をこうセブンスにしたりしたら、C シャープセブンとかになります。この C シャープで、ここがセブンスみたいなね。このバレエの、ルートの名前プラス形の名前ですね。音の名前、どのシャープです、ここはね。なんで C シャープの、で、こっちが今度コードの名前、マイナーの形を押さえますから、C シャープの、C シャープのマイナーですね。という感じになります。では次、ドのシャープからレに移しましょう。そしたらこれが D コードになりますね。はい、これ、薬指でも構いません。だんだん狭くなるので、この辺になってくると、薬指一本でこう押さえる方が楽になってきますね。そしたら小指が開いたので、サスフォーとかね。はい、これも、D サスフォーに当たります。これは D っていうのはここのね、人差し指がレの音だから D ですね。そしてここがサスフォーの形を押さえたので、D サスフォー。D サスフォーっていうふうに、考える。はい、これが、この B フラットコードのね、移動で、こう、いろんなコードを押さえる。という確認でした。はい、ではですね、次ステップ4でパワーコードいってみましょう。